違うっての。もういいかな。というわけで。やっぱり今日てかそういうこと言って、昨日の今日で学校来て半分は私のせいだと思う。だからは無事到着。大丈夫そうでよかった。朝言った通り4階まで来て。体の方は大丈夫そう。退院早々ここへ呼んだのは他でもなく、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君。よろしくな。さて、実は一日は24時間じゃない。
まあそうだろう。しかし君はもう初めてここに来た夜のことを、あの日消える町屋かに止まってしまう気、うすうすは感じたんじゃないか。あれは影時間、一日と一日。影時間は毎晩必ず今夜、そしてこの先も。普通のやつは感じられないってだけだけど、影時間の一番面白いところは、お前も見たろ、怪物。俺たちはシャドウと、シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを、だから俺たちでシャドウを倒す。秋彦、どうして痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか。結論を、我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ぶ。部長は霧城充君。シャドウは精神を食らう、襲われれば立ち無気力症。君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを、このところ騒がれてる事件もほとんどが、残念だが、実はごく稀にだけど、影じ、そういう人間はシャドウと戦う。それがペルソナ。シャドウはペルソナ、つまり奴らと戦えるのは、要するに君に仲間になってほしい。君専用の召喚機も用意してある。そんなに深刻に考える。私か、ちょ、先輩らに、そりゃ仲間になって。そう、わからないことは。いやー、ああそうそう、君このまま今の部屋に住んでも。偶然伸び伸びになってたけど、ぐちょ、我は汝、汝は我、汝愚者のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。というわけ、今後の活動については、君たちもこんな週末の夜に集まる。明日は日曜日だし、ではこれにて解散。あれ、分かりにくかったかな。ほら、日曜日はサンデーだろ。さ、やっ前にも、あ、もうすなんとなく思い出したんだ。そっか、実は僕にもまだはっ、それよりと、それもちょっと、何にでも変われるけど、それはやがて切り札にもなる。初めて交わした約束は、僕はいつでも、きじゃ、いるなら明日まで来て。呼んできま、わざわざすまない。おい、え、順平、なんであんたがここ、紹介って。2年 F 組の伊織順平だ。どうもす。今日から住むって、この前の晩偶然目覚めて、まだ間もないようだが、事情は大体話してあるが、
規制があるって。俺夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたつか、正直あんま覚えてない。でもまあなんつうか、最初の記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。強がって、まあこれペルソナ使いのけど、まあでも知ってる顔いてほっとし、お前らもさ、俺っちが仲間になって。え、ま、そういうわ、だいぶ戦力これで始め、おやー、これだけ頭数が揃えば、ある、影時間の謎を解く鍵。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。ちょっといいか、今晩4階の例の部屋に集合してくれ。お、詳しい説明は。ほん、私たちと違って忙しいんでしょ。え、あれ、ゆかり別に嫌いじゃないけど。人身事故で遅延とか、最近こういうのを無気力症とかいうのも流行ってるし、よ、みんなもうついてるってよ。使おう、この商店街。そういや、上のラーメン屋もさ、よし、うっす。それじゃあちょっとき、我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田くけれど、最近そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロ、昨日もきタルタロスね。て、見てなくても、何せタルタロスは影時間のシャドウと同じってことさ。特別課外活動部は影時間に現れるシャドウを、ただその元を立つ。つまり我々は、いや、じゃあそのタルタロスを、ま、曖昧な答えで申し訳ないが、それを、とにかく今は情報、我々がそこで触れるものを、だからタルタロスの探索、シャドウは人知れず、だが確実に世界の命運は君たちペルソナ使いにかかった。責任重大っすね。やっぱ正義の日。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの、あそこは行ってみれば。おっていうか、明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが、探索は無理だ。ま、先輩の分は。お、理事、僕はどうせほらペルソナは出せないしさ。え、どう、見、ほら
これがタルタロス。迷宮なん俺らのが影時間が明ければこんなでてかおかしいっしょ。あ、きっとわからん。ここを本格的に探索するのは俺やワクワクする。どう見たって秋彦、意気込むのはルサイン。おお、中もす。でも、ここはまだエントランスだ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人。え？深入りさせるつもりはない。それに。必要な情報。それとな、現場リー、それつまり探検隊。はいはいはい、お前がやれ。何ですか？あのね、え、マジ？確かにそれもあるが、選んだリー順平、ペルソナの召喚、あいつのように。もちろんす。相手はシャドウだ。はい、よし、いっ。いよいよその地、今から挑まんとする塔は残念ながら現在のあなただからこそご自身の。あ、いわば数字のゼロのようなもの。あなたはお一人で、そして時にそれらはひどく、あなたの力はさ、次からはご自分の意志で扉を開け、その時こそ私の方では。ちょっ、どうしちゃった？は、扉？わけは夢でも見つか、リーダーなんだからさ。ついリーダよし。いよいよな、さの、ここからは私がこ、え、中の様子が、私のペルソナの、実はこのタルタロスは
なく私もそちらへ加わりたいところだが。うわ。ところで今君らのいる敵のレベルは低い。習うよりな。うっす。りょ。たく。ではフロアをうろつく敵シャドウをできる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。待て、竹葉とイオリンと。よし、こちらが敵に攻撃する手段は2つだ。2つ目はペルソナの力、ペルソナの特性を知るためにも。よし、やってやろうじゃんよ。見てろよ、これが俺の。よっしゃ。はい。よりよくやった。竹葉、君も問題なくや。では引き続き探索を頼む。前方にシャドウ。戦闘開始だ。よし、次は多くの敵には耐性の低い属性、弱点がある。それだけではなく、相手がダウンした隙をつけば。よし、弱点。待って、ここは額に当てて引き金を引くだけ。私だってベストだ。その調子だ。次は。オルフェウス。見事だ。そのまま残りの。どうする？ペルソナ。見事だ、タケ。超。よし、これでリーダー。仲間の個性を意識。まだ敵の。戦闘に役立つものも入っている。おお、つまりは。よし。有益なものが入って。まだこちらに気づいてな。そのまま背後。次は敵をまとめて倒す戦法。まずは敵一体。ちなみに敵の弱点などの情報は忘れた場合は私に。
オルゼウス。よし、もう一体総攻撃。ああ、敵全体がダウンした隙をついて当然。おお、な。ここはオルゼウス。敵は総崩れ。行こう。シャドウ、チャンスって思ったら勝っ。見事なチームワークだ。戦いは流れをつかむことが重要。前方、先ほどの経験を生かしてくれ。基本は一通り伝えたが、サポートは引き続き行い。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。ああ、どうやら彼には先日の件で予想はしていた。よし。施錠さ、箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、か、お前、もしや、やるな。
お、待って、今は竹葉の言う通りだ。よし、どうだった？そうか、じっ、でも、単なるはしゃ、んなこと、バテるってか、それは影時間のせいだ、心配ない。しかし、想像してたよりも、明彦もうかうかしていられん。やるな。なあ、あの人の人気なんつってもキリ城だもんな。しかもキリ城グループ生徒会長という大役を拝命するには学園がよりよくあるために、しかし全員が一つの大事なのは、それが途絶えても、そのために各現実から逃げることなく、いかにし全ては私充実した学園生活を共にするため、よろしく。お前意味わか、普通の高校、あの人じゃなきゃ。はーい、始めるわよ。今のうちにあそこ薬局とかあるしさ、だから当たり前、理事長も言ってたもんな。んじゃ行きますか。まずは来た、ま、お前真田さんのことをよ、ま、俺も仲間に誘われるまでこと前線無敗のボクシング部主将。普通ボクシングって漫画でも見れないぜ、あんなの。おい、お前たち。え、もちろん暇っす。バカ、ヒーローにだってどうした。あ、なら場所は知ってるな。いいな。え、真田、いや、名前も知らない。とにかく、ちょ
らないって人。ああ、